万城を守って400年の17歳、およしと申します。いつ見てもお城の天守閣から見下ろす街の明かりは本当に綺麗やんな。ほら、夜風ちゃんとお千代ちゃんも見てみなれ。地元の八幡館の吉坂千代です。はい、この綺麗な明かりはご先祖様がずっと守ってきてくださったものです。私も母や祖母、そのずっと前から300年続く旅館の伝統を絶やすことなく受け継いでまいります。地元の梅雨里亭の梅雨里夜風、確かに町の明かりは綺麗だ。でもその上を見てみろ。上？その上にある真っ黒の空はどこにでもつながっている。明かりが綺麗なのも真っ暗な空のおかげだ。ああ、はい、そうかもしれないですね。どこまでも続く広い空があるから、この小さな城下町の優しい明かりがほっと安心させてくれるのかもしれません。この世界に安全などない、チャンスがあるだけだ。つゆりさん、唐突に何言ってるんですか。白ウサギの例の心得だ。ちょっとやってみたかった。本番中にやめてください。ん、夜風ちゃん大丈夫？あ、はい、すみません。およしさん、つゆりさん最近ちょっと影響を受けてまして。あ、いえ、何でもありません。およしさん、進めましょう。うん、そうなの？じゃあ今週もスタート。では早速お便りのご紹介です。ラジオネームポンパチョさんから。およしちゃん、夜風ちゃん、おち、ザコチよ、こんばんは。吉ザコです。いつもラジオ聞いてます。質問です。夜風ちゃんやザコチよちゃんのお父さんたちで構成されてる番組スポンサーの伝統振興会は他にどんなメンバーがいるのですか？とってもいい質問やね。伝統振興会の方々は夜風ちゃんとお千代ちゃんのお家みたいな伝統地区の老舗のお店の方が多いんですよ。伝統地区はこの八幡町の中でも最も古いところだ。はい、川を隔てた新町地区にも歴史あるお店はありますが、伝統地区は地域全体に趣があるという感じでしょうか。今日いただく美味しいものも実は伝統振興会の方のお店で作られているんです。そうなんよ。今日は皆さんにしっかり伝統の味をご紹介させていただきますね。それでは早速晩飯おくれんかな。はい、どうぞ。土地の実せんべい、味噌せんべい、日記せんべいです。どれも美味しそう。はい、仕上がりが少しでも気に入らないと売り物にはしないというまさにこだわりの味。昔ながらの製法で作った伝統の一品です。職人のこだわりはいい。こだわっているからこその味を早速いただきます。まずは土地の実せんべいから。いろんな形があるのも手作りの良さやね。はっ、優しい甘さやんな。昔から変わらないこの味、おいしい。日記せんべいはまずは香りだな。日記だ。この独特な香りをせんべいと一緒にいただきます。はあ、ピリッとした刺激が来たぞ。うまい。私は味噌せんべいからいただきます。噛んでいるとお味噌の風味が鼻に抜けます。八幡町ならではの地元のお味噌、個性的なお味です。いい音だな、ザコチよ。はい、歯ごたえもとてもいいです。でも大きな音が出てしまうと少しはしたないですよね。恥ずかしいです。あまり聞き耳を立てないでください。ラジオだぞ。お千代ちゃん、いい音はおせんべいの醍醐味やよ。この音も美味しさの一つ。そうでしょうか。それじゃあもう一枚。
やはり少し恥ずかしいけど美味しいです。確かにこの音があってこそのせんべいよ。夜風ちゃんもいい音やね。日記がピリッとしてこっちもうまいぞ。どれどれ。でも甘みもあって美味しい。どうぞ、おせんべいにはお茶ですよね。ふぅ、二人のいい音を聞きながら食べるおせんべいはまた格別のお味でした。ピリッとした日記、ふわっとお味噌の風味、ほんのり甘さと香ばしさの土地の実、どれも地元ならではの味です。ぜひお試しください。ごちそうさまでした。あれ、もう時間やんな。今晩も放送を聞いてくれたあなた、ツイッターで晩飯ハッシュタグをつけて美味しいものの写真を見せてくださいね。全国の伝統的なおせんべいや和菓子なども見せていただきたいです。お客様にご提供するお茶受けの参考にさせていただきます。職人のこだわりが守る伝統の味はいいな。縛られてるんじゃなくて守ってるのがいい。夜風ちゃん、いいこと言った。この番組は伝統を守る八幡町とあなたをしっかり結びます。メールアドレスは晩飯@fmgif.com です。それではここまでのお相手は吉坂千代、つゆり夜風、そして八幡城を守って400年の17歳、およしでした。また来週のこの時間、お会いしましょう。